参議院会館の中から撮影してますが、松本人志ワイドナショーには出演できないっていうタイトルの動画を上げてます。あれ別に後から触ったわけじゃなくて最初からあれで上げてます。で、昨日朝日新聞や共同がですね、昨夜か、松本人志がですねワイドナショーに出ますっていう X のポストに対して、フジテレビはフジテレビは、共同通信や朝日新聞などの取材に対して、フジテレビは14日のワイドナショーに松本人志は出演すると言っていたんですが、先ほどですね、2時間ぐらい前ですかね、フジテレビは出演を協議した結果出演しなくなったと言ってます。私の言った通りですね、私の言った通りっていうのはテレビ局も知ってるし、僕は、その芸能プロダクションの方の裏側っていうのもある程度は知ってます。もちろん吉本芸人とか、いわゆる各週刊誌の記者の人たちとかも、もう僕はやっぱりすごいパイプ持ってるんですよ、情報源ね。で、もう松本人志と吉本興業は今全くその、連絡が取れないというか、コントロール制御効かない状態になってるんですよ。で、松本人志は自分がワイドナショーに出るといえば、先ほどの動画でも言った通り、出れると思ってるんですよね。だって今まで、松本さん、テレビさん、松本さんお願いしますって言って、みんな必死になって松本人志に出演をお願いしていたわけですから、自分はもうすごいんだってもう思い込んでしまったんです。これは多分多くの人が思ってる、もう神の上のような人になってるわけですね。だから、後輩芸人たちも松本の言うことに答えていくわけですよね。で、まさに彼裸の王様なんですよ。松本人志にまともなことを言える人がなかなかいなくなってきて、浮世離れしてるんですよね。で、松本人志の中の考えとしては、俺は、俺のような金があって才能がある人間に抱かれる女はみんな幸せだろうって思い込みがあるんですよね。まず、俺に抱かれる女はもう、それは幸せなんだ。だから、もう、否認もせずにエッチしてしまうわけですよね。で、その女性たちのクレームを一生懸命事務所や、後輩芸人、場合によっては闇組織の人が止めてきてたんです。で、本人は女性が満足してると思うから、不倫報道はいいけども、いわゆる無理やり女性とエッチしたって言われるのは嫌だから、だからそれについてテレビに出て喋る、ワイドナショーだったら OK ということで、現場レベルでやるわけですね。現場レベルっていうのは松本人志とワイドナショーのプロデューサーとかがこうやるわけですよ。交渉して、ワイドナショーからしたらもうこの状態で松本人志が出演するっていうだけで、視聴率爆上がりなわけですよ。みんな注目するから。これ現場レベルはそうなるんですが、じゃあ上層部っていうか、吉本興業とフジテレビの上層部からしたら、もうそんなたった一番組の視聴率がどうでもいいと。この状況で松本人志をテレビなんかに出したら、場合によっちゃ刑事事件の犯罪者の可能性すらあるわけですよね。これ、今週刊誌が出てるのは今から9年前とか、5年前の話ですから、2015年とか2019年の話しか出てないんですが、どうもこれは、去年の7月に改正されたですね、不同意性交とか不同意わいせつなことをしてる可能性も十分あるんですね。あと未成年の問題もあるんです。文春法はまだ第2弾までしか出てきてないんですが、3弾、4弾、5弾って来ますよ、間違いなく。このままね、堅くなることをしていれば。それはジャニーズ問題が14週連続であったように、吉本興業の問題なんていうのは、これは松本人志だけじゃなくて、他の芸人だって、この手の、いわゆる下ネタはいっぱい持ってますよ。だから、ここは、その、現場レベルでの出演交渉、松本人志とチーフプロデューサーレベルですよね。番組の制作責任者の話で合意しても、それを上に上げたら、ダメになるんです。ちなみに僕も経験したことがあります。僕の経験談をお話するとすごくわかりやすいと思いますが、私2019年に、当選しました。夏、7月かね。参議院議員になります。今から5年前ですけども、当選をするとですね、あっちこっちからね、出演してくれということで、テレビ局のオファーも来ました。で、ところがですね、どっかの段階で僕は、テレビ局から出演 NG になったんですね。で、いろんなところが適当な理由をつけてですね、ハイヒールのリンゴをももこの、例えば、読売テレビの番組とかね、なんか都合が悪くなった。都合が悪くなったら別の日を指定すればいいじゃないですか。で、テレビ局が何個か予定してたのも断ってきたんですね。で、そんな中で、まさにワイドナショーの裏番組になるのかな、TBS のサンデージャポンですね。あれ生放送だと思うんですが、生放送に僕は出てくれと言われたんで OK 出したんですよね。ところが、急にですね、
サンデージャポンから。これ、まあ、当時言いましたけど、スタッフから連絡がありまして、VTR 出演してくれないかと、こう来たんですよね。で、その、生に行って、スタジオに行って、太田さんとね、爆笑問題の太田さんなどとお話ししたいんで、それはお断りしますと言ったら、結局出演 NG になって、で、上層部、まさに常務か専務かから電話かかってきまして、で、まあ今回はどうしても出演いただけないんですが、今後も党首討論などではお世話になりますので大変申し訳ございませんがよろしくお願いしますっていう一歩の電話がありました。つまりサンデージャポンの何が言いたいかというとね、サンデージャポンのその現場のスタッフとしたら立花さんの人気はすごいから視聴率も取れるし、ぜひ太田光さんと話をしてほしいからって現場やる気満々で僕にオファーくれたんです。でも立花というのは NHK をぶっ壊すとかって言っててですね、非常に危険だから生放送中に何を言うかわからないから出演させるのやめろってなって、僕は未だにテレビの生放送っていうのは去年のね、もう一昨年になるのか、いわゆるテレビ朝日のニュースステーションに生放送で出て、まさに追い出されましたよね。テレビは国民を洗脳する装置、テレビは核兵器に勝る武器だって言ったら追い出されたんですよね。で、要は、松本人志は今まではテレビから来てください来てくださいの引っ張りだこだったのに、今回の年末からの件で一気にテレビっ子からしたらおじゃ邪魔者になってるんですよ。これはなぜそんなことになってるかしたら、それは文春と僕が叩いてるからでしょ。週刊文春の記事だけだったら週刊文春なんて週刊誌だからってなるでしょうけど、元国会議員ですよこれ。ここ場所国会で言ってるんですよ。これ国会から収録して、元国会議員が隣に、ちなみに国会議員います、現職の国会議員、このカメラの隣ね。で、だってこんなの社会問題じゃないですか。国会議員が今ね、池田さんっていう人だったか誰か忘れましたけど、逮捕されたのが3日ぐらい前か。ほとんど知らない。僕も知らない、その逮捕された人の名前とかわからないぐらい。現職の国会議員が逮捕されるのもよっぽど松本人志さんの問題の方が大きいんですよ。それぐらいテレビのバラエティっていうのは世の中に影響を与えるんです。これは政治的な問題なんですよ。だって彼がアンバサダーで、彼が日本維新の会を応援してるでしょ、実際は。実質上日本維新の会と、ね、そういう松井一郎さんとか、橋本徹さんと仲良くしてるから、ああ、ダウンタウンの松ちゃんは橋本さんが応援してる、橋本さんとかね、日本維新の会の関係者応援してるんだってなるじゃない。もちろん彼はね、安倍さんともお食事に行ってるぐらい松本人志さんは。現職の総理大臣の時に行ってたはずですよ。もう、全然力が違うんですよ。ところ、だから僕ここまで叩いてるんですよ。で、その松本人志さんが、いわゆるその、これまでどうやって、その吉本興業なんかが揉み消してきたかって言って、そういう事件をね、圧力かけて揉み消してきたかって言ったら、まさに暴力団、ヤクザを使ってきたんですよね。いらんことを言う人に対してはヤクザが脅したりとか、場合によってはお金を使って懐柔すると。裁判で証言したら、あんたとこの家族大変になるで。そんなくだらんね、お前のこと言ってくだらん正義感通すぐらいだったら、ここでね、お金もらうなり、なんかお土産ね、まあ、なんかのコンサートのチケットもらうとか、どっかの就職先斡旋してもらうとか、プラスのことでね、やった方が得でしょみたいな形でですね、まあ、弁護士とかヤクザとかがね、こう、裁判に勝てるように、あるいは揉み消すようにやってくるんです。で、今までそれでやってきて、だから大手の事務所にいっぱい芸能人が集まって大手の事務所は守られてきたんでしょ。50年以上もジャニー喜多川は守られてきたんでしょ。死ぬまで彼は罪を償わずに死んでいったんです。もう一つね、具体的な例を挙げるとめっちゃわかりやすいと思うんですが、僕バレーボールの NHK 時代ね、まあスポーツですからバレーボールの解説者を探していました。で、セッターでオリンピックに3回出た中田久美さんっていう人、これね、小さい事務所です。ブルーミングプロとかなんかブルームバーグ、まだちょっと忘れましたけど、ブルーミングっていう名前だったと思います。ほんと小さい個人事務所です。一方でオリンピック1回しか出ていない左利きのね、吉本芸人大好き、バレーボールしてた大林素子さんでしたね、アタッカーの人。この人ね、吉本芸人大好きだって言ってて、で、ホリプロに所属してた、スピードワゴンの小沢がいるところね。で、事務所の大きさが全然違うから、中田久美さんの方が圧倒的に解説力とかもオリンピック3回も出てるし、セッターでもあるし、なので中田久美さんがいいと思ってたんですけども、結果どちらか一人選ぶとなって大林素子さんが選ばれました。それは後ろに大きなホリプロという事務所があって、ホリプロから、その当時チーフプロデューサーの山下さんという人がですね、お金ね、まあ多分お金の接待はないと思うんですが、女性の接待を受けてたんですね。細川直美さんとかと飯食いに行ったって偉い自慢してましたよ。昨日さ、立花ちゃん群衆とご飯食べに行ってとかって言って、自慢してました。まあ僕もそれ羨ましいなと思いましたけどね。そういう形で大きなプロダクションっていうのは、その力によってね、そういう金と女を使ってですね、仕事を取ってくるんですよ。もちろん僕もね、
ちょっと情報というか、僕は暴力団の何々組とか、まあよく聞くのは住吉会系とか山口組系とか稲川会系とか、まあそれぐらい僕も聞いたことあるんですけど、どこの大手プロダクションがどこの暴力団と繋がってるか僕は全然知らないです。ただそういうのをこと細かく教えてくれる人もいます。なるほどね、ここの事務所はケツ持ちここやから、ここの暴力団やから、ここと喧嘩しても、まあお互いケツ持ちが違うのでみたいな形でですね、でここの事務所はケツ持ちがいないのでみたいな、要はこれまで暴力団というのが芸能事務所と深い関わりがあってですね、こういう芸人の不祥事っていうのをもみ消してきた。ところが今これだけ透明になった時代においてですね、可視化される現代においては、そういう暴力団を使ったもみ消しとか、お金を使ったもみ消しができない。それはなぜかというと、文春だけが言ってるんじゃなくて、このように YouTuber たちが、特に僕のようにある程度実績もあるね、僕がやってる言ってるとですね、立花さんは NHK の集金人のあれも止めましたと。ちなみに NHK の収入ってめっちゃ減りましたからね、どうやったかな、NHK の予算っていうのは来年ね、なんと6000億を切って5000億台に減りました。今、予算、昨日持ってきましたけど、すごいんですよ。僕の影響力って。自分で言うのもなんですけど。これまで僕が言ってた通りになってるでしょ？最初は文春が出て、その大した記事じゃないと思ったら、でも僕が文春は本当なんですよって言ったら、皆さんがどん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  YouTube でこれ広めてくれてですね。で、もう、松本人志は芸能界引退すると思いますよ、まではっきり言ってるじゃないですか。現にもうほぼ引退じゃないですか。で、今日の3時もはっきり言いましたよね。ワイドナショーなんか出演できませんって。だって出演するって言ってる報道を僕ひっくり返して、それが今現実になってるんですよ。それはもうテレビ局としたら、ってか正確に言うとテレビ局の後ろにいるスポンサーですよね。スポンサーからしたらたまったもんじゃないですもん。なんで松本人志のために自分たちが広告費払って国民からの苦情の電話を受けなきゃいけないんだ。だからテレビに出る以上は基本的にクリーンじゃなきゃいけないんですよ。あるいはクリーンじゃなければクリーンじゃないと言ってテレビに出演しなきゃいけないんです。クリーンなままでテレビに出るな、嘘をつくのはダメなんです。だから松本さんも言ってた通りね、自分は別に週刊文春が来たら何書いてもいいって言うたら何でも書いてもいいって書かしてあげればいいんですよ。でそれ認めればいいんですよ。ああ、もう文春が書くことも別に嫌だから、それは事実ですよって言っときゃね、別に売るために書いてるんだからもう好きにさしとけばいいじゃんっていう形で乗り切ればこんなことにはならなかったです。全部認めてしまえばね、まだ。ところが、いや、その無理やりやったらちゃうなとかってこう言い出したから、普通そんなことを言われたら記者に聞くでしょ、ごめんって。それ俺が無理やりね、エッチなことしたって言ってるの誰やねんと、そいつと話させてくれってなるじゃないですか。その時は合意だったけど、後から気に入らなくなってそんなこと言ってんのかとかって、そういう話したいじゃないですか。でもあまりの数がおるから無理になってるんでしょ。でも松本人志はもう完全に自分は女を満足させてると思い込んでるんですよ。多分今もそう思い込んでるんですよ。で、吉本興業はもうとんでもないとんでもない、もうそもそも不倫がダメだからみたいな感じで、吉本興業はもともとヤクザみたいな会社がですね、上場してですね、まともとかってふりしてるから、それはボロがどんどん出てきますよ。で、これまでね、安い給料で、若手芸人を使ってきてからですね、若手芸人からどんどん僕と情報が来るんですよ。もちろん、その雑誌の記者の人たちもですね、もうこれまでと空気が全然違いました。ジャニーズの悪口書いたらね、それはもういくら原稿書いても上で止められるから意味ないじゃないですか。でも今はもう全然松本のことを書くのダメとかっていう話もなってない。って聞いて言ってます。ということでね、何が言いたいかっていうこの動画については、僕の言う通り、松本人志はワイドナショーの出演ができなくなった。つまり、もうテレビで松本人志を見ることはもうありません。いわゆる再放送とかを除いてね。再放送も多分なくなるでしょうね。最後に松本人志さん、僕はあなたのもちろんファンです。お笑い芸人としてはファンです。で、あなたの才能をこれ以上汚したくないので、正直に全部の疑問に対してちゃんと回答して、謝るべきところは謝って、保証すべきところは保証すれば、宮迫さんのように YouTuber としてはすごくこれから伸びていくと思います。認めるところを認めていただければ、僕はぜひあなたに選挙の立候補の出馬オファーもしたいと思っています。人間誰しも失敗があります。それを素直に認めて謝罪をして、迷惑をかけた人にしっかりと納得してもらえれば、次の人生歩み出すことができると思います。ぜひですね、冷静になって、いきなり僕の言うこと聞けないでしょうけど、松本人志さんの周りにいる方で僕の話を聞いてですね、ここは立花さんの言う通り傷ついてると言ってる女にはまず謝ろうよ。
どんなに、松本さんがね、まともなことを言っても、相手の女性が納得してくれないとどうしようもできないじゃん。その人たちに、まずは、納得してもらうことから始めていこうよ。そんな裁判で文春がおかしいとかっていうようなことをやるよりも、そっちの方が、よっぽどあなたが60年間生きてきて、これまで日本国の国民に笑いを提供し、いろんなことをしてきたことが、プラスになるから、その方が。そうするとテレビはもう仕事は無理にしてもネットでの活躍ができるから、ぜひね、時間がかかるでしょうけど、そういう形で松本人志さんの才能をですね、この件で僕はゼロにしたくないとか、才能をね、これからも発揮していただきたいと思う一人のファンとして、提案させていただきました。以上です。